やったな、勝利だね。ミラージュ同士でも弱い者いじめってあるんだな。しゅっと。じゃあね、なのですて姉ちゃん。え、何？どうせならさ、今のやつも捕まえればよかった。よかくないです。ミラージュ使いよ、我が小さき眷属を助けてくれたそうだな。礼を言おう。喋ってるよ。喋ってるですね、あんたたち。してミラージュ使いがこのようなところで何をしておるのだ？なら、そのバブイルという場所までわしの背を貸してやろう。マジで？いいんですか？ああ、いいだろう。しばらくの間、その高速艇とやらの代わりになってやるとしよう。どれ、出発じゃ。わしは陸のことは知らぬゆえ。なんかうろちょろ見えてるんだけど、嫌な予感しかしないのです。何が？あの背びれ、いかにもって感じが。よし、ぶつかってみようぜ。マジでやめて。なんだ？うわー、本当に人だ。目の錯覚かと思った。あなたは？あ、ごめんごめん、あたしはリュック。いやー、ちょっとここの海でトレジャーハンティング中にミラージュに船を壊されちゃってさ。泳ぐのは得意だからいいんだけど、ちょっと休みたいなって思ってたら、アダマンタイマイの上に乗ってる君たちを見かけたってわけ。でも、なんでアダマンタイマイに乗ってんの？旅は道連れじゃ。ゆっくりするがいい。あんがと。でも、ミラージュ使いってすんごいんだね。アダマンタイマイとも仲良くなっちゃうんだ。多分、このタイマイさんが温厚なだけだと思うよ。あ、それでバブイルエリアに行きたいんだっけ？それならあっちの方だよ。さてと、行くとするか。出発！よろしくね。ここはどっちに進むんじゃ？じゃあ、
第10幕生暖かい風。よっと、よいしょ。ここまでありがとな。なに、お安いご用じゃて。リュックも案内ありがとう。こっちこそ、休ませてもらってありがとね。リュックはこれからどうするの？ねえ、ちょっと行きたいとこがあるんだけど、あと少し背中に乗ってていいかな？ああ、もののついでじゃ。よかろうて。ありがとう。ということで、このままちょこっと元々の目的地まで行ってくる。わかった。気をつけてね。それじゃ。アダマンタイマーイ、いつか手に入れて呼び出すからな。さてと。とりあえず町を探しますか。この先もミラージュの気配はプンプンなので十分気をつけるのです。子供じゃないんだから、そうそう転ば、まいっつっつっ。そんな体張って戦闘会。姉ちゃん転ぶな。まいっつ。ほんとそういうのいいから。おりゃー。
次。なんで、ぎゅう。どうしたんだ。三文字合ってるだけでもすごいかも。ま、海賊石鹸くらい聞いたことあるよ。ないわよ。てか話がす。
します。もういいってな。炎のダメージを減らすことができるのです。全然いいセリフじゃないし、全然いいセリフじゃないし。いいことじゃないから。
かった。Thank you.
しかないね。
実力通り。姉ちゃん、これ何の音？風が生暖かいんでしょうか。ラン、プリメロか。ビビった、マジビビった。クリア。ないぞ。そうよ、ランだけは絶対撃つわ。きっと吐きそうになるのです。ちょ、なんかひどくない？
どうってことないって。なんとかなった。今のうちに抜けてしまうのです。あ、そうだ。今のうちに早く、こっち。あの二人が起点となり、アプリカントが次々と目覚めている。青の予言の通りということか。しかし、セイバーが何人生まれようと、世界の断りは何も変わらぬ。断りを変えることができるのは、まことなる王の力のみ。赤き予言の成就。セクトシオ、異論はないな。ええ。無事でよかった。あそこら辺は見ての通り、やたら大きなドラゴンが住んでるの。だからここらの人は寄りつかないんだけど、いつもより騒がしくて人の声も聞こえたから。ほんと助かったよ。でもさっきのパンチすごかったな。あれ多分マグレかな。え、さっきのやつって師匠の技なんだけど、今まで一度もできたことなかったから。私はここから北にあるニブルヘイムに住んでるの。よかったら後で寄ってね。